はい、どうも工藤でございます。ヘブンバーンズレッド続きをプレイしていきます。はい、今回はねヘブンバーンズレッドの第2章デイ1をプレイしていこうかなと思います。前回ね第1章、デイ12をプレイして、第1章が終わったわけなんですけど、もう本当にね最高の第一章だったなと、はい、思います。まだねそちらを見ていないっていう人はぜひ前回の、ちょっとね配信エラーで2回に分かれちゃってるとは思うんですけど、Twitch とか YouTube の方でも見れるようになってますので、よければそちらも、見てくれると嬉しいです。はい、本当にね後半、もう最後の最後がね、もう泣きも、もう泣いたし、もう興奮したしで、やばかったね。はい。で、しかも、このヘブン・バーンズ・レッドですね、配信の禁止箇所っていうのが以前あったんですけど、その規定が、ガイドラインが変わって、配信禁止箇所っていうのがなくなりました。はい。前はね、第2章のデイ23ぐらいまでだったかな ?OK だったの。はい。なんですけど、それがなくなって、全部、今第3章まで、ね、出てるんですけど、もう全部 OK になったんで、もうバンバンね、プレイして遊んでいこうかなと思います。はい。で、この今の状態はですね、ちょっと待ってね。まずミッションを確認。で、ギフトも受け取る。で、第1章のデイ12が終わった状態からもう何にも変わってません。はい、交流とかもやってないんですね。柊小杖ちゃんとか大島ニーナちゃんとか丸山かなたちゃんとかマリアでアンジェリスちゃんとかあと月城もなかちゃんかなとか、交流できるんですけど、はい、現段階ではまだやってないっていう感じですね。あ、そうだ、ちょっと記憶の庭に行きましょうか。ダンジョンでいいか。記憶の庭はですね、なんかアイテムがね、日替わりというか一日ごとなのか分かりませんけど、アイテムがね結構落ちてるんで、それをちょっと回収します。あ、そうだ、あとね第一章をクリアしたことで、なんかここの記憶の庭にいるメンバーにこうやって話しかける、あのびっくりマークがついてると思うんですけど、話しかけることでなんかなんとかストーリーっていうのがなんか見れるようになったとかなってないとかっていうのを聞いたんで、これはちょっとどうしようかな。ちょっとこれアイテム全部拾い終わったらちょっとやってみようか。私もまだね、一回もやってないんで。お、これ話しかけられる？お？あ、なるほど。ストーリー、力を注ぐ。修復？確認。プレイヤー。なんかこの三角のピラミッド型のアイテムをなんか使うんかな？レベル1が解放できるようになってますけど、ちょっと一旦置いとこう。できることできない子がいるな。これはあれかな、自分でそのスタイルを1個でも所持してないとまず無理ってことかな。はい、これでアイテム全部回収しました。んで、ちょっと待って、これはユンユンは記憶の修復、記憶の修復って何が見れるんだろう。ということは今この点々が出てるのは、この二人ね、
あ、もうこの二人の関係性がね、もう良かったよね、本当に。あ、やっぱそうか。あ、いける？ちょっと待って。このびっくりマークと点々っていうの違いは何なんだろう。なんだろうね。ここはびっくりマークですね。なんだろう。何が違うんだろう。つかさっちも気になるけど、おたまさんも気になるね。めぐみも。いや、いけそうだな。え、どうする？誰からやる？じゃあ。ちょっと一旦置いとこうか、じゃあ。いや、どうしようかな。迷うな。見といた方がいいのかな。え、誰行く？ちょっと待って。強くなったりすることもあんのかな。ってことを考えると、待ってよ。誰から行こうか。やっぱつかさっちから見てった方がいいのかな。試しにじゃあ、つかさっち。レベル5まであるな。ストーリー。読書が趣味3。当時は司の、ノイズ解放が1以上、現在0。司たちは読書が趣味2をクリア済み、現在未クリア。ほう。あ、修復できない。ということは、そもそもこのアイテムが足りないってことか。ほう。ってことは、もしかして、このびっくりマークの子は、待って。この点点点はもしかして修復できるってことか。いや、できないな。何が違うんだ。わからない。ストーリーがあるかないかかな。あ、ストーリーあるな。ちょっと現段階では、この記憶の修復、一応アイテムは持ってるんですけど、数が足りないみたいなんで、今できない感じだね。はい、ちょっと謎が多いですけど、まあ、ちょっと一旦今回は置いておきましょう。よし、じゃあ行くか。第2章 Day1 いきますよ。はい、もうここからさらにっていうかね、もう新しくスタートって感じだね。はい、行きましょう。いやー、第2章どんな話になるんだろうね。楽しみだな。おー、デイワン。お、もう夕方からスタートか。17時30分第2章、消せない記憶と青い夢。実際のところ、切り込み隊ってどうなんでしょう。そっか、31シートの、A をかけた戦いも、まあ、結局 31A がそのままね、続行してA をまあ持つっていうことになって、切り込み隊になったんだけど、結局私たちは頑張ってよかったのかしら。それとも貧乏くじを引かされたのかしら。 A になると切り込み隊になるから、死亡する確率がかなり上がっちゃうっていうね。だから貧乏くじを引いたことになるのか、まあ勝ってよかったのかなっていう話だよね。何？一体何だったんだこのセブンデイズって。何？これ気になる。一体何だったんだこのセブンデイズ。なんでちょっとバービーボーイズなんだよ。しかも1週間ですらないわ。なんかさ、バービーボーイズって曲があるのかな。なんだろう。ありゃ、そうだったか。でも悪いことばかりじゃない、メリットもある。説明をして。さっぱりわからないから。諜報員、
お前は相変わらずだな。いいか、このまま順調に出世していけば、やがて士官として軍の中枢部に潜り込むことも可能だ。東条の母親の事故に軍が関わっているとすれば、情報も探りやすくなる。ああ、それもあったね。司っちのお母さんがなんか事故で亡くなったらしいんだけど、なんかその秘密をなんか軍が握ってるとかね、隠してるとかっていうことらしくて、それをね探りたいんだよね。なるほど、ユキ天才じゃん。ただやたら時間がかかるのがなんだかな。はっ、うちがいたら百人力や、すぐこの部隊を出世させたるわ。でもその前に戦いで命を落としちゃうかもしれない。朝倉が戦場で死ぬ時は人格はカレンちゃんやからええな。自分の意識ないん羨ましいわ。うん、そういうもんなのかな。知らない戦いで知らない間に死んでいるなんて。いや、カレリンを傷つけるなよ。メグミンは相変わらずデリカシーゼロだな。まだその呼ばれ方慣れへんわ。私は慣れてきた。お玉さんにつかさっちも慣れてきたろ。ええ、そうですね。ちょっとここ少し取っといて。これ消えちゃうんだね。うん、まあユッキーは聞くまでもなしと。唯一否定する人間だけスルーすんなよ。慣れんわと答えさせろよ。19時ですね。悩んでても仕方ないか。とりあえず今日のところは寝て、また明日に備えよう。うん、もしかして今日すぐ終わっちゃう感じかな。結局 A にはなれなかったでござるな。最新のメンバーだね。私たちは私たちでいいじゃないですか。ええ、全員無事が一番です。これでやっと研究に戻れる。いやでもほんとよかった。いやなんかさ、その 3C が取り上げられてたから、なんかこの第1章の最後あたりでなんかボスになんか無謀に挑んでいって 3C の誰か死ぬんじゃねえかってちょっと思ってたから、うん、で本当にね誰も死ぬことなくてよかったっていうのはあるね。大変だけど明日は休日、休めるときに休まなくちゃね。明日休みなんだね。そっか、デイ1は土曜日か、今日ね。お母さんの情報絶対に手に入れなくちゃ。でも何か引っかかるような。なんだろう、何か引っかかる。もっと強くなるわよ、ベンガ。当然でき、世界最悪を目指すでき。はあ、なんかこのやりとりもさ、前回のあの話を聞いちゃうとね、ちょっとブンちゃーんってなっちゃうよな。うん、ワッキーもな。はい、まあ、詳しくはちょっと前回を見てほしいです。はい、うん、まあこっから出世していけるかどうかは私らの努力次第だけどな。あのデススラッグみたいなすごいキャンサーとこれからも戦わなくちゃいけないんでしょうか。どんな敵が出てこようが、うちがサイキックでぶっ飛ばしたるわ。あっちに用が。いや、明日にしよう。え、もしかしてデイ1もすぐ終わっちゃう感じかな。ねえ、みんな聞いて。そんなわけはなかったか。なんだ、どうした、そんな眉間にしわ寄せて。そんなことより風呂行こうぜ。そんなことより風呂行こうぜ。そんなことより風呂行こうぜ。そうね、今日もすごく汗かいちゃったもんね。つかさっちはさ、
なんかその、いや、なんか、これ話したいんだけどみたいなないんだね。もう普通に流されていくんだよね。それでいいのか、情報員！え？大事な話をしようとしてたんだろ、情報員！ユッキー、ケンケンうるせえよ。お前も仲間の話ぐらい聞いてやれ！話せよ、つかさっち。そこまでビビるなよ。私のお母さんのことについて気にかけてくれるのは本当に助かるわ。だけど、一つだけおかしいことがあるの。おかしい？なんだよ。記憶が曖昧で、ここに来た経緯を思い出せないの。え？つかさっちがってことだよね。ここに来た経緯を思い出せない。それこそ軍に何か記憶操作されてるとかってこと？物忘れが激しいだけなんじゃ。ああ、待てよ。そうだよな。今までさ、つかさっち諜報員だって言ってたけど、結構やりとりの中でも、まあ、今回もそうだけどさ、大した情報を言ってくれなかったり、なんかネタにしてバカにしてたけど、それもやっぱりなんか、結構重要ななんか要素なのかな。そんな年ではないだろ。じゃあ何？そもそもセラフィムコードってやつも、あたしらの知らないうちに四季が高揚するワードとして割り出されてんだぜ。確かに。身辺調査でそれぐらいは可能じゃない？道場、お前は真実は一つと限らない。それでなんで高揚する？わからない。なるほどな。どういうことだよ、ユッキー。軍は記憶に意図的に介入できるってことだ。やっぱ軍、この軍自体が何か怪しいってこと？敵は味方だけじゃ、敵はキャンサーだけじゃなくて、身内っていうか味方にもいるってことかな。だったら特定の記憶を消せる可能性も否定できねえ。何か隠してるか、それともね。なんでつかさっちの記憶を消す必要なんてあるの？お母さんの死について何か知ってしまったからとか。諜報員が本当ならヤバいものを追ってた可能性もある。あ、確かに。例えば？例えばか。セラフの謎を追っていたとか。ちょっとスクショ取っといていい？にゃっ！ここぞとばかりに重要なワードが飛び出てきたものね。またもセラフ、またも座敷話。重要なキーワード、座敷わらし。またも座敷わらし。なんて忌々しいやつなの。いないから！信じるな、情報員！またもセラフよ。そう、セラフよ。セラフには私たちが知らない秘密がいっぱい隠されているのかも。ですよね。なんかあるよね、絶対ね。なんかその鼻血が出たら力の使いすぎでやばいとかっていう話もあったけど、何の犠牲もなく使えるもんなのかな、セラフね。何かを消費してるんじゃないか、記憶とか。なんだろうね。軍、怖えよ。キャンサー側に使おうぜ。あいつらと仲良くやっていこうぜ。いや、食われるから。みんなはここに来た経緯を覚えているの？うん、当然やろ。ということは、東条、お前記憶を操作されてるかもしれねえぞ。ゾワッとすること言うなよ、ユッキー。ゾワッとすることを言ったんだよ。え、
私が？でも、そんないつの間に。ここでカレンちゃんに変わるの。なんか久々に聞いた気がすんな。いちいち登場にそんな尺取るなよ。どうしたカレンちゃん。一言言いに来ただけよ。おそれぐらいのマインドコントロール一月もあれば済む。あーなんか特殊な装置とかがなくても人の記憶は一月あればコントロールできるってこと。ここに来るまでに身体検査やいろいろありましたけど、その間にってことでしょうか。そのタイミングしかない。東条がマインドコントロールされとるんやったら全部消しといた方が軍からしたら都合よかったんちゃうか。うん。何もかも失ってしまったら使い物にならないんだろうよ。え？どういう意味？立場的には逆だからな。諜報員、お前が提示すべき仮説だからな。今は私が言うけど。助かるわ、よろしく。いやもしかしたらさ、そのつかさっちのなんか記憶が戻った瞬間にものすごい諜報員としての能力を発揮する可能性あるよね。でもね、何もかも失ったら戦う意味すら失う。どうして？今ので分かれよ。一言でズバッと確信をついたつもりでいるんだからさ。優しくお願い。あーもうめんどくせえな。家族を守りたいとか誰かの役に立ちたいとかそういう記憶すらなくした人間が人類がピンチだからって最前線で戦う気になると思うか。確かに。だから最低限のマインドコントロールしか受けていないんだ。さすが主人公、さすが諜報員。さすが諜報員。諜報員は私なのだけど。あ、間違えた。テーペリンコ。あ、久々のテーペリンコ。いやなんか懐かしいな。なんか結構ずっと戦い好きだったからな。久々のテヘペリンコ。いつお前の中で廃れるんだよ。何が？テヘペリンコというブームだよ。しょうもないこと言わせるな。だってブームは始まったばかりだぜ。イラッとするって言ってるだろ。とりあえずここまでの話を私のだけでもまとめてみたいのだけど、いい？ああ、おさらいぐらいは自分でできるだろう。やってみろ。私はお母さんの事故死を疑っている。お母さんはセラフの研究所長だった。うん。もしかしたら知ってはいけない秘密を知ってしまい消されたのかもしれない。なんだろうね、セラフの秘密。実はキャンサーのなんか能力を使って、能力というかキャンサーを研究した結果使える力とか違うかな。なんだろうな。そうだ、その調子だ。頑張れ。これいいな。またカレンちゃんに応援されてるじゃねえか。そう、前にもあったね。その疑念を晴らさないまま死ぬなんて私はできない。それが私の戦う意味になっている。ちょっと待って、こっちも取っといて。オッケー。けど軍はマインドコントロールの技術を持っていた。配属されるまでの検査期間に記憶はおそらく軍に恣意的に改ざんだ。そう、改ざんされていた。そこにお母さんの死の真相が眠っているのかもしれない。うん、やればできるではないか。
やったな、つかさっち。うん、この調子でお母さんの死の謎も暴いてみせるわ。でも今日は頭を使いすぎて疲れちゃった。まだ問題は山積みなんだけどな。まあまあいいではないですか。その余裕はどこから来る。よし、霧のいいところで風呂入ってこうぜ。そうね。おお、もうこれで終わりか。めっちゃ早いな。はい、というわけで第2章のデイ1は終わりです。はい、めちゃくちゃ早かったね。もうスタートからね、もう夕方だったっけか。うん、なので、まあ、あんまり見どころはなかったかもしれないんだけど、まあ、とりあえず、うん、まあ、司っちがやっぱ記憶を改ざんされている、しかも軍に。うん、お母さんがセルフの、ね、研究所の所長で、で何かやばいことを知ってしまって消されたかもしれない。で、司っちはなぜか、うん、記憶をね改ざんされてるんだけど、まあ、それも諜報員として活動している時にお母さんの死の真相なのか、まあ、セラフの謎なのかは分かりませんが、うん、なんか軍にとって都合の悪いことを知ってしまったってことなのかな。はい、まあ、とりあえずちょっと進めていこうか。はい、デイ02になりましたが、こちらは、また次回やっていきます。はい、5時半ですね。なあユッキー、今日は何の日でしょう。よし、じゃあホームに戻りましょう。記憶の庭ヘリポート。ヘリポート、ちょっと記憶の庭行ってもいい？ヘリポート、リポート。お、記憶の迷宮に行けるようになった。イベント、あ、もしかしてこれあれか、今やってるイベントか。そうだ、イベントっていうのもあるんだけど、そのメインストーリーをそもそも進んでないと遊べないっていうのもあったんだよね。装飾の回廊はね、一応1はね全部踏破したんだけど、これが新しく出てるね、記憶の迷宮。おお、お B の1から B の10と B の11から B の20っていうのがあるね。まあ、ちょっとこの辺はね多分裏で、はい、やります。イベントか、イベントどうしよっかな。でももうすぐ終わっちゃうね。でもね、あと19時間で終わっちゃうっていうところだよね。うん、ヘリポート、なんだヘリポートって、うん、特に選べるわけでもないんだけど、うん、まあいいか、とりあえずホームに戻りましょう。とりあえずダンジョンが新しく、うん、いろいろできるようになってるみたいなんで、まあ今のところはまあレベルアップする必要はないけどね。うん、記憶のかけらを注ぐことでメモリストリーを解放できます。そのね、記憶のかけらっていうのが手に入んないんだよな。どうやって手に入れたんだっけ、忘れちゃった。うん、まあなんかダンジョンとかやってれば多分手に入るんだろうけど、うん、どうしようかな。今回デイ1、第2章デイ1やったんだけど、ちょっとあまりにも早すぎたんで、ちょっと交流でもやろうか。2人ぐらいね、2人。そうだな、個人的にはヒイラギちゃんちょっと気になるというか、うん、
好きなので、これ行こうか。じゃあ移動します。デイ4か。だいぶ遡るね。19時。これは多分あれだよね。ちょっと見に行ってもいい？これでデイ4の時点だからあんまり関係ないと思うんだけど。いらっしゃい。ですよね、ですよね、うん。まだファーストステップしか売ってないし。お値段。よし。三人いてここだね。移動しましょう。よう、コジュ。コジュ。あなたは、生身の人間ですよね。あ、そういえば、さっき知ったんだけど、この、まあ、コジュ、ヒイラギ、コゼちゃん、あの CV、小沢アリちゃんですけど、アリちゃんっていうのも変か、アリさんですけど、どうやらね、青森出身らしくて、はい、私と同じですね。私も青森出身でございます、はい、いえ、人面キャンサーですが何か。いやー、人面キャンサーが基地内に。うわー、コジュ待って、嘘だから人間だから。確かによく見れば 31A の茅森さんですね。何してんの？どこか行くみたいだけど。ちょっと悪い気が溜まっているようなので除霊をしに行こうと。よろしければ一緒にアリーナへ除霊に行きませんか？アリーナに除霊。ヒイラギ小杖の除霊大作戦始めます。除霊。あれ、ちょっと待って、オーケーしちゃったけど何か問題でも？ジャンルが違うじゃん。ジャンルとは？だって私ら宇宙からの侵略者と戦ってるじゃん、うん、はい、いわば SF じゃん。コジは正反対のスピリチュアルな心霊ものを一人でやってることになるじゃん。 SF とはサイエンスフィクションの略、つまり虚構なのです。現実には科学もスピリチュアルなことも完全一体なので、どれだけ科学が進歩しようとも幽霊が消え去る世界は来ないのです。でも会ったことないからな。アリーナにいるエミュレーションのキャンサーは一種の幽霊です。エミュレーションのキャンサーが一種の幽霊。合ってた。嘘、あれこそ科学の結晶だろ。プログラムに感情がないと思いますか？え、心霊少女なのに言ってることが超 SF。 安心してください、私がいれば除霊できます。うちの部隊からもう一人連れてきてもいい？いいですよ、できれば霊感が強い人だと嬉しいです。すでに私が霊感ないんだけどな。霊感強い人。霊感強そうなのはまあサイキック少女のめぐみんじゃねえか。めぐみんどこにいる？めぐみん、どこですか？よいよ、蹴りつけようかな。じゃあそうだ、ヤナギ。めぐみん。そういうことか。大塚サッチか。ここか？あ、いたいたいた。まあ、サイキックとね、霊感は違うかもしれないけど、まあ、似たようなもんでしょう。めぐみん、霊感持ってるかい？うちはサイキッカーやで。そんなオカルトと一緒にすんなや。いや、サイキックもオカルトと似たようなもんだと思うんだけどな。サイキックもジャンルとしてはオカルトなんじゃ。アホか。この力は人間を超越した選ばれたもんだけが持つ力や。
霊感も超越した力だと思うんだけどな。幽霊とか怖いやろ。死んだ人間見えるとかちびるわ。意外とお化けとかダメなタイプなんかな、めぐみって。あ、めぐみ肩に何か見える。なんや、いやいや、幽霊なんておれへんのや。なんか可愛いな、めぐみ。え、マジで逃げられることあんの？マジか。え、この仲間連れてくるパターンで逃げられることあるんだね。初めてだ。え、どうしようじゃん。誰で行こうかな。誰行く？おたまさん？カレンちゃん？聞いてください。なんなりと。え、どっちにしようかな。おたまさんの方がなんか面白そうだな。おたまさん、霊感持ってるかい？持ってません。なんか毅然としてるぞ。どうした？あらら、そうなんだ。もうそんな話は振らないでくれっていう感じだな、なんか。断じて持っていません。見えません。見てません。かわいい。おたまさん？館長時代に幽霊船と遭遇したりとかしてません。船幽霊とか戦艦には聞きません。バミューダー海域とかプラズマです。海域がプラズマはまずいと思うよ。私は何も見てません。あ、マジか。おたまさん。逃げられた。おたまさんも逃げられちゃうの？何かトラウマを呼び起こしてしまったみたいだ。マジか。じゃあ誰だ。あとはユンキーが多分いけるんだよ、多分ね。ちょっとカレンちゃん、いや待って、先につかさっち行ってみようか。カレンちゃんもなんかいけそうな気がするんだよな。つかさっち、霊感持ってるかい？霊感？悪いけど、私は諜報員よ。おお、意外と全然平気なタイプか。自分の行動さえ俯瞰で見ることができる超現実主義なの。じゃあ、幽霊とかは？見たことないけど、めちゃくちゃ興味があるわ。いつか X ファイルを暴いてやるんだから。そっか。世界が平和になったらアメリカに行こうな。あれ、これだけ？え？ちょっと待って。まさか何も起きないってこともあるの？ちょっとカレンちゃん。カレリン、行ってみようか。え？これユッキーに話しかけないと終わらないのかな？カレリン、霊感持ってるかい？どうだろう。私よりカレンちゃんの方が詳しいかも。ちょっと待ってね。なるほどな。つまり貴様、実はわしの正体は霊で朝倉に取り付いていると考えたわけじゃない？いや、そんなつもりはないと思うんだけどな。え、そうなの？はずれじゃ。あくまでわしは朝倉のうちより生まれし人格よ。そっか、霊感ないか。ということはやっぱユッキーか。まあ、すぐ目の前にいたもんな、アリーナ。うん。ユッキー、霊感持ってる？ユッキー、ハッカーだけど、もしかして霊感あったりすんの？おい、私はハッカーだぞ。うん。そんなスピリチュアルみたいなのと正反対にいる人間だ。だよね。ちなみに、プログラムに感情ってある？はぁ、お前な。うわぁ、傷つきそうなくらいのため息。そんなもん当たり前だろ。プログラムは生き物なんだ。ほう。ユッキーに決めた。一緒に来てくれ。たくなんだよもう。なるほど、プログラムは感情、あ、生き物、感情があると。なるほどね。私も多少プログラムできますけど。コジュ連れてきた、うちのユッキーだ。こらこら、ちゃんと紹介しろ。31A の泉だ。
よろしくな。 3HB の柊木梢です。アリーナの中には随分と悪い気が溜まっています。マジで？早速除霊と行きましょう。慎重に行きましょう。カマか。アタッカー、デバッファー、ブレイカーって感じだね。どうだ、やそこだ。おっと、一気に片付けるぞ。ミスト再生、鎌で連撃し霊能の力で強攻撃を封じる。ブレイクバースト。いいじゃねえか。行きます。やるね。もらった。いいですね。あ、もうちょい。なんでも勝てそう。アクロス切れでいけるでしょう。くらえ。えい、共に行きましょう。お疲れ様でした。無事除霊完了です。いつも通りプログラムをクリアしただけだ。いや、ヒイラギの着眼は悪くないぜ。私もハッキングをしている時、ネットの海そのものが巨大な生命に感じる時がある。へえ。でもちゃんとした幽霊は結局見たことないしな。いや、めちゃくちゃコーチのこの右肩に浮いてるこの人玉は幽霊じゃないのか。幽霊でもいい子はお祓いする必要はありませんよ。ちょっと待って、何、なんか後ろドヨドヨっとしてるけど何なのこれ。コージュ、なんで私の後ろを見てんの。大丈夫です、悪い子じゃありません。ちょっと待って、マジか。ルカちゃん悪くはないけど幽霊取り付いてる。あー、いやー、なんかいるみたい。ずっと一緒にいます。後ろに幽霊がいただなんて、そんなの知らないまま行きたかったよ。でも見えないのであればいいじゃないですか。私には見えてしまうのです。うわー、いやだー。はい、ヒイラギ梢の除霊大作戦、はい、クリアです。いやー、結構面白かったね。そうだ、お風呂イベントもあるんだ、忘れてた。コジを誘ってお風呂に行こうかな。誘いましょう。コジ、一緒にお風呂行かない？はい、行きましょう。やったね。これも久々だな、この音楽聴くの。コジュ、シャンプー取って。はい、どうぞ。大浴場なのに結構いいシャンプー使わせてくれるよな。そうですね、匂いもいいですし髪のツヤも違います。あたしらは髪がまだ短い方だから洗うのも楽そうだ。なるべく早く髪を洗いたいので。なんで？髪を洗うときに目を閉じてるとたまに視線を感じるんです。やめてくれ、それ以上は言わないでくれ。私も髪洗えなくなる。あるよね、なんかそういうの。ホラー映画とか見た後とかさ、最近はないかもしれないけど、ちっちゃい頃とかにさ、怖い映画とか見た後お風呂入るときになんかやたら視線を感じてね、目をつぶってシャンプーとかできなくなるっていうね、あるよね。すみません。よし、私がコジュの髪を洗ってやるよ。
そんな悪いですよ。いいからいいから。はあ、背後に視線を感じます。そりゃ見ないと洗えないよ。ホームに戻りましょう。よし、とりあえず受け取って、あと交流誰がいたっけ。月城もなか、丸山かなた、大島ニーナだっけ、と、マリアでアンジェリスか。はい、じゃあ今回ちょっと短いですけど、ここまでにしようかなと思います。はい、いや第2章のデイ1がねめちゃくちゃ短かったんでね、うん、ちょっと今回はあの交流一覧、あ、一覧じゃねえわ、交流から、はい、まあ除霊じゃない、幽霊少女柊木梢ちゃんの交流ちょっと見てみましたけど、はい、まあストーリーの部分がねちょっと長くなりそうな時は、まあ、交流はやったりしませんけど、うん、まあ、今回みたいにメインのストーリーが結構短くて早く終わった場合には、まあ今日みたいに交流もねちょこちょこやっていこうかなと思います。はい、よし、はい、では、今回はここまでにしたいと思います。次回は、第2章のデイ2から遊んでいこうかなと思います。はい、それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。